ホンダ VF1000R、ホンダ VF1000R、VF1000R とは、1984年に、ホンダ技研工業が発表し、日本国外へ輸出されていたオートバイである。1969年に発表された、CB750 号から10年後、国際レース復帰のための車両であった、NR500 から構想を得て、V 型4気筒を新規軸車両の趣旨と定めた。 そして1982年早々に、ホンダは、世界初となる水冷、V 型4気筒を搭載する VF750、S セーバーと VF750C マグナを発表。1982年末に、日本国内のフラグシップとして、VF750 回を、中型車両には、クラス最大の馬力、当時を発揮する VF400 回を発表した。スタイリングは、 デートナ200でデビューさせた RS1000RW 市販車の構成のみを踏襲したワンオフエンジンを搭載ワークスレーサーをモチーフに設定し1983年で販売を終了予定だった CB1100R を後継、量駕する新世代のホンダのスーパースポーツとして1984年のパリショーにて公式発表。同年中に市販化されたモデルが VF1000R である。しかし、CB1100R がレース参戦を主な目的として開発され、公式レースで戦績を残したのに対し、1984年から TT 回1の排気量上限が、それまでの 1000cc 以下から 750cc 以下へと変更されたため、メジャーなレースへ投入できなくなってしまった VF1000R が勝利を飾ることは少なかった。 当初は欧州のみでの販売の予定であったが、1985年からは CB1100R が効果にもかかわらず好調な販売を続けていた。欧州ではさらにエポックな存在として、1984年また RE フランス仕様をベースに、旧排気系を見直し 130PS を発生する HFR、ホンダフランスレーシング仕様、外観上の違いはカウルの赤色部分に、 白色のグラデーションと HFR のデカールが貼られ、スクリーンにはシリアルナンバーを兼ねた番号が貼られているが300台の台数限定で制作された。1986年型 RG では1985年よりホンダレーシングチームのメインスポンサーになったロスマンズ社のカラーリングを用いた通称ロスマンズカラーモデルが半年間の期間と欧州のみの地域限定で 売りされた。ただし、VF1000R のロスマンズカラーモデルは、ワークスレーサーや後のロスマンズカラー採用モデルとは異なり、ロースモンズのロゴは未採用。欧州でも好調なセールスを目の当たりにした、ディーラーからの反発及び要請を受け、北米でも販売が開始された。フレディ・スペンサーなどのアメリカホンダの契約ライダーたちにより、AMA レースでは上昇を記録していた。 レーサー VF750R のベースとなった VF750 回インターセプターシリーズの最上級モデルとしてカタログにラインアップされたが早々に以下の障壁が立ち塞がった。こうした諸々の理由も VF1000R を短命に終わらせた要因の一つとなり北米での販売は必ずしも成功とは言えなかった。また欧州では当然のように CB1100R と比較され、交換を持たれることは多くなかった。逆輸入された日本市場でも、購入を躊躇するケースが多く見られた。こうして、発表当時250万円だった値段は年々、下落していき、末期には150万円程度に落ち着いた。そして、国内フラグシップである v f 百五十回とともに、百八十六年の最終型、 RG をもって180度クランクの新型 V4 エンジンを搭載した2代目 V45 インターセプターである VFR にバトンを渡す形で生産を終了しカタログより消える。VF1000R 生産終了以降、ホンダはリッタークラス V4 スポーツ、V4 エンジンの ST1300 及び VFRVFR800、VFR1200 はツアラーに 定義されているの発表と生産を控えていたが、2012年9月21日に、ホンダ代表取締役兼社長執行役員である、伊藤隆信から、ホンダは、今、新たな歴史を作るため、熱い思いを持ったメンバーが集まり、モートジッピーマシンの技術をフィードバックした、スーパースポーツバイクの開発に着手しましたと、新型リッタークラスの V4 スポーツ車両の開発が、 行われていることが示唆された。商業的には成功したと言えない VF-1000R だが、カムギアトレインは、ホンダの高性能車の代名詞となり、360度クランクで蓄積されたデータは、VFR-750R に受け継がれた。また VFR から発展した、ホンダ R-VF 軍団は、上昇だった RCB シリーズに勝る戦歴を残し、 V4 エンジンに対する固定ン層を獲得した結果から RVF に移行してからのホンダ V4 車両は、併売された並列4気筒車両と比較しても遜色ない販売を記録した。蒸気の豪華な装備が施され、生産終了となるまで同社のフラッグシップモデルとして君臨した。VF1000R の特徴として、形式の多さが挙げられる。基本的には、 蒸気3種類に分割されるものの、核輸出国別の規制に合わせ、ヘッドライト形状やテールカウル形状などに細かい設定変更が施されていた。さらに1985年型登場時、エンジンとフレームを設計し直す大幅な改修が施された。基本的なスタイル、スペックにこそ変更はなかったものの、蒸気の他にも設計変更の手は及び、 1984年型とそれ以降では部品の共通点はかなり少ない。イタリアを除くほとんどの欧州で用いられ VF1000R の特徴であったデュアルライトは1985年型の北米仕様では対日輸入車規制により再規格の角型単眼ライトへの変更が義務付けられた。1986年型では該当規制解除に伴い 欧州仕様同様のデュアルライトを採用している。また排気ガス規制の厳しかったアメリカ・カリフォルニア州ではキャニスターが標準装着されていた。北米仕様では現地放棄に従いヘッドライトが常時点灯となっているほか、ガソリンタンクの形状が異なる。これは保険対策と言われ衝突時の搭乗者の股間にダメージを与える可能性が高いタンク形状とみなされると 保険料が高額に設定されたことへの対策であった。1984年度のとして記録が残されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。